ボンジュールみんな、キュアパルフェよ。今日はキュアミラクルをキュアパルフェカラーに塗ってみるわよ。どんな風に仕上がるのか楽しみね。まずは髪の毛をピンクに塗っていくわよ。綺麗なピンク色に塗れたわ。今度はお洋服を塗っていくわよ。私のお洋服といえばやっぱりグリーンよね。この部分は別のグリーンで塗っていくわよ。リボンの真ん中は赤で塗りましょう。ここも赤ね。赤いハート、かわいい。大きなリボンは緑で塗って、この部分をオレンジ、ここもオレンジで塗って、このリボンは黄色で塗りましょう。カラフルでパルフェ。お洋服の肩の部分は青で塗っていくわよ。
とっても可愛いお洋服ね。次はスカートよ。スカートはこの部分を緑色で塗っちゃうわ。この部分を黄色で塗って、ここはオレンジ。ここは赤色で塗っていくわよ。そしてスカートのこちら側は青色で塗っていくわよ。カラフルでパルフェなお洋服ね。靴はピンクでキュートにぬりぬり。こっちの靴もピンク色にぬりぬりして、かわいい。次はヘアアクセを塗っていくわよ。リボンの内側をこの色で塗り塗りして、ここも塗り塗りしちゃいましょう。次は帽子をオレンジに、
帽子の周りを緑色に塗って、ここは黄色ね。ここも黄色。そしてハートの部分は赤色で塗っちゃうわ。ここは青で塗って、リングは赤と、それから緑、そして黄色で塗っていくわ。かわいいわね。こちらも赤と青、そして黄色よ。おしゃれ。お顔の色を塗って、足の色も塗り塗り。トレビアン。キュアパルフェフ、キュアミラクルの出来上がり。とってもカラフルでキュートね。みんなもいろんなプリキュアを私からに塗ってくれると嬉しいわ。それじゃあ今日はその辺で。じゃあね、バイバーイ。遊ぶのでは？まだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をしてアソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。